じゃあどんなことがあったら幻想郷の重力を操れなくなるんだい？そうね、例えば幻想郷の外に出るとか、幻想郷民じゃなくなるとかかしらね。幻想郷民じゃなくなる？どういうことですか？その言葉の通り、そのままの意味よ。私は飛べないから幻想郷民じゃないってこと？さ、知らないわよ。どうしたら幻想郷民じゃなくなるんですか？そうね、例えば外の世界に浸りすぎたらそうなるんじゃないかしら。じゃあニトリもそれに該当するんじゃない？確かに私たちの小屋には外のお宝でいっぱいだし。ガラクタの間違いじゃ？ガラクタなんかじゃないよ。で、サナエは何か思い当たる節はないの？何かありましたかね。外の世界と関係することは。やっぱりこれも思い当たらない？また文献あさりでもしますかね。いや、思い当たる節がないわけでもないです。え、あるんですか？それはなんだい？もしも今回の件と関係なかったら申し訳ないのですが。もったいぶらずに早く言いなさい。気になるじゃない。それはですね、最近外の世界に向けてブログを始めたんです。ブログ？通信するタイプの掲示板みたいなものです。掲示板、掲示板、なるほど。どうしてそんなことをしているの？外の世界からも信仰を集めようと思いまして。外の世界には情報を飛ばせるの？白霊大結界にも揺らぎがあるみたいなので、ごく稀にお返事だって届きますよ。レムさん、さっきから黙りこくって何かあったんですか？それが飛べなくなった本当の原因かどうかはわからないけど、その件に関して言いたいことがあるわ。何ですか？外の世界にあまり自分の痕跡、つまり名前とか形見を残さない方がいいわ。それはなぜです？というか、何勝手にそういうことしてるのよ。白霊の巫女がブチギレた。サナエの一部でも外に残していたら、それは外の世界にも存在を許していることになるのよ。名前ならなおさら十分すぎるわ。そうだったんですね。なるほど、メモメモ。あと木とかオーラってのは、風とか水とか流れるものを伝って出ていくの。いわゆる風水ってやつだね。そして高木から低木に流れていく。そうやって通信網を通して外の世界と繋がってしまったんじゃないかしら。なるほどなるほど。外の世界のものを持ってこなくても、自分の存在が外に出れば幻想郷民かどうか怪しくなるんだね。そういうことね。では次にすることは？とりあえずブログとやらを閉鎖して記録を消去する。まあ普通に考えるとそうなるね。それで経過を見る。そんな。そんなじゃないでしょ。最近ぐんぐん閲覧数が上がって信仰も集まりそうでしたのに。それってむしろ今回の件に関して言えば良くないことでは？とりあえず閉鎖。わかった？わかりました。ニトリとモミジの非行力学。